平成元年度広島大学地域の元気応援プロジェクト成果報告、レモンの生産量日本一の島、生口島、瀬戸田町、地域と環境に優しく共生する島づくりというプロジェクトタイトルで、瀬戸田レモン祭り実行委員会、人間社会科学研究科、人間生活教育学コース教員、教育学部第4類人間生活系コース、平成元年度入学生を中心に取り組んできたことを報告させていただきます。レモンの島、瀬戸田においては3月下旬にレモン祭りが開催され、3回目が終わったところで、マンネリ化してきており、これを何とかすることができないかということで、学生の視点を新たに取り入れて、島民との連携を通じて、新たな資源の発見、二害相つにつなげようということで、このプロジェクトを進めてまいりました。で、こちらが達成状況なんですけれど、達成状況と活動実績なんですけれども、人間生活系コースの必修授業、1年生の必修授業、人間生活家庭科教育概論の授業の中に、このプロジェクトを取り込み、豊かな生活と地域の発展を目指して、レモンを生かす方法を考え、実践しようということをパフォーマンス課題として、22名がこの授業を履修していたんですけれども、それを5グループに分けて、それぞれ企画案を設定し、取り組んでまいりました。で、その中でフィールドワーク、実際に瀬戸田町にフィールドワークに行き、島の人たちとも交流しながら、教員のコメントおよびレモン祭り実行委員のコメントをもとに、それらの企画案を充実してまいりました。で、授業自体は11月末で終わってしまったんですけれども、その後3月のレモン祭りに向けまして、12月から2月にかけ、学生たちはグッズの作成、出展ブースにおける食べ物の試作、情報発信、スタンプラリーの企画検討を行ってきました。また、レモン祭り実行委員会との連携ということで、教員が中心に瀬戸田の実行委員会に4回出席し、意見交換等を行ってまいりました。しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3月のレモン祭りが延期になり、4月新年度に入りまして、学生の来学、課外活動が制限された状態になりました。ようやくコロナも落ち着き、7月ぐらいに瀬戸田レモン祭り秋の収穫祭開催決定がなされて、まだオンライン状態とか、課外活動も制限がかかっていた状態の中で、10月中旬から学生たちもグッズ、イヤリングやキャンドル、バスボム体験、看板、発表資料の作成作りに取り組みました。そして11月1日に瀬戸田レモン祭を迎えるとともに、11月7日は島心瀬戸田応援ということで、ホームカミングデーにも出展いたしました。こちらが成果効果なんですけれども、レモンアクセサリーですね、イヤリングを作り、11月1日7日のブース出店で約50点購入されました。こちらは生レモンを使ったレモンキャンドルで、中をくり抜いて、そこにレッドライトを入れて、レモンの香りがちょっと漂って優しい感じに仕上がりました。
そのくり抜いたレモン果汁を用いて、バスボム体験用のバスボムを作り、瀬戸田の小学生が当日この体験に参加してくれました。で、こちらが瀬戸田レモン祭りの秋の収穫祭の様子で、これまでの取り組みの報告の機会が得られるとともに、用意されたイベントに学生も参加しました。で、これらのレモン祭りの記事が読売新聞等に掲載されました。こちらはホームカミングデーの様子なんですけれども、人間生活系コース2年生が授業のため応援できず、4年生が島心の瀬戸田ブースの助っ人に入りました。こちらで、レモングッズも販売いたしました。で、プロジェクト成果のまとめと課題なんですけれども、地域団体からは、当該の学生の視点での新企画は今までにない斬新さ、面白さも兼ね備えているため、今後も広島大学の先生方をはじめ、学生と連携し、できる限り実現したい。学生からは、学生が主体となって企画を構想することから実行することまで体験できた。準備から当日まで打ち合わせや地域見学、販売を通して様々な人と関わりを持てた。教員においては、企画力、実行力など、学生の力が想像以上であることが認識できる機会となったという成果が得られました。で、プロジェクトの成果の活用について、これは応募時に述べていたことなんですけれども、学生の視点で魅力を考え、住民とともにその魅力を発信でき、企画案すべてが実現できなかったんですけれども、瀬戸田とレモンの結びつき、生活の一部にレモンが存在する認識が高まり、多彩にそれらを発信できることが確認できました。で、このプロジェクト成果を活用し、瀬戸田のにぎわい創出につなげられる可能性が高いことが見出せ、いろいろなことが起こりましたけれども、効果が得られたのではないかと考えております。以上で発表を終わらせて、